チャオ、あっちゃんです。体は元気やけどもね、喉の調子がちょっと悪いあっちゃんです。ちょっと声変やけどもごめんなさい。今日も元気に行きましょうということで、朝からパン作っていきたいと思います。はい、今日も昨日に引き続きコーンマヨ、コーンマヨを広げて。コーンマヨね、美味しかった。あっちゃん結構好き、うん、甘くってね、美味しかったよ、うん。ツナマヨも好き。子供はね、やっぱね、ツナマヨがいい言うて、今日ツナマヨで焼きツナマヨで食べていって。で、これにね、今日はチーズチーズを乗せてこれでやりたいと思います、はい、では、焼いていきましょう。はい、焼けました。ということでね、食べたいと思います。はい、ちょっとね、暗いんで。はい、では食べていきまーす。ひょっ、待てね、髪の毛よいしょ。ではいただきます。あ、おいしい。寒い、首元が開いて寒い。でも首元締めるのも嫌いなのあったよね。首元の詰まったお洋服嫌いで、首締まって嫌いね。多分前世で首締められて殺されたんかもからどうも首元の詰まるのが嫌いなんで、とかマスクが嫌いな、多分なんかこう窒息して殺されたんやん前世でその記憶や、うん。朝からね、朝ドラいつものパターンで、朝ドラ見て朝一見て、やけど朝一ね、あのほうじ茶が今流行りやねんて。でほうじ茶ラテ、もう今更もう何年も前から作ってんねんけど、なんで今年ブームが来たんか分からへん。ほうじ茶がブレイクしてるらしい、うん、あっちゃんが紹介したおかげですなんなわけあるかいって言ったやろ、うん、それが正解やと思います、うん。結構でもね、たった多いね、うん。今更みたいなもん引っ張り出してきたり、ブームも来そうにもないようなもんに一人でハマったりしてたらブーム来んのよ。だからあっちゃんは自称ブームメーカーやと思ってんねんけどねやっけね、ねえ、ミキちゃんと新婚旅行でイタリア、フランス行った時にね、ちょうど今ぐらいの時期やったよ。11月、今もうちょっとだとか、11月の終わり、12月頭ぐらいって、ね、ちょうどクリスマス商戦で、向こうのヨーロッパの子供のクリスマスプレゼントってね、スロットカーって言って、溝があって、レールみたいな溝があって、で、溝の横に電極があって、握るだけでアクセルだけで走らすレースの車のおもちゃがあるんですね。スロットカーっていうの、うん、それはもう何十年、あっちゃんのまだお父ちゃんぐらいの世代ぐらいから、うん、あるおもちゃで、ヨーロッパの子供の定番おもちゃになって、それよく向こうで見た。パリのオープランタンとか、イタリアでも、ね、ミラノの商店街行ってんけど、商店街のおもちゃ屋さんとかにも並んでて、スロットカーがめっちゃ表で売られてて、表しかも一番目玉で、まあ、日本で言ったら、今で言ったら任天堂スイッチみたいなもんかな、うん。クリスマスで子供が何が欲しいって一番の人気がスロットカーやねんてっていうのがね、もう何十人、あっちゃんが子供、いや、あっちゃん生まれる前からの子供の憧れのおもちゃやったらしい。ほんなら日本でビッグレーシングって昔あっちゃん子供の頃流行ったの。もうちょっとちっちゃいね、外国サイズ32分の1で、これぐらいの大きさ、あっちゃんと置いてあるけど、
前にも動画作ったけど、これぐらいの、これぐらいの、めっちゃリアルやね。なんやねんけど、ここで見たときに欲しかったやん。こんな大きな箱やねん。こんなん持って行こうって帰られへんやんか。で、泣く泣く持って帰られへんねん。で、それが欲しい欲しいって思いがね、何年かかったかな。ほんとね。まあ、その時は欲しいなって終わっとって。なんか帰ってきてから、どうも欲しかってね。生まれてからや。光が生まれてからや。みきちゃん病気になるちょっと前ぐらい。だから、結婚して3年、4年、5年、5年とかね、2001年に結婚して、2005年に光生まれたから、6年、7年。2007年ぐらいかな。忙しかったよね。レースとか、仕事、新しいもの開発で。一段落ついた時、ちょっと余裕が出てね。あの時に、勝った。いいでしょうと思って。もちろん日本に入ってへんから。あれはね、アメリカ、イギリスのサイトで、意外とね、イタリアとかフランスから日本に直の通販サイトってないし、言葉の壁もあるし、家の。なかなかね、アメリカやってんけど、アメリカからはあってんけど、やっぱりヨーロッパのもんやねんね。だからアメリカ経由率高い。で、見つけたのがイギリスやって。イギリスポンドだけ。ユーロじゃなく、ポンドの変換レートだから、ポンドの変換レートが安かったんで。だからイギリスから取り寄せたんよ。まあ、イギリスのメーカーもあるから。イギリスのメーカー、ドイツのメーカー、スペインのメーカー。で、スペインのメーカーは結構、リアルやね。イタリアのメーカーは、かっこいい。まあまあいいんだけど。で、ドイツのメーカーは、がっちりしてて、イギリスのメーカーは、まあまあ、マニアックなとこついてるね。まあそういうお国から出てんねんけど。だから、レール、道の方は、ドイツのメーカー買ったね。それをイギリスから取り寄せた。だから、その年の冬か、翌年かぐらいにブーム来たんよ。スロット感。あ、これブーム、あっちゃん作ったんやと思って。コース作って、ホームページ作って、一般公開して、やってた。お店のショールームの横でね。やっぱり都会には勝てへん。やっぱ田舎やから、ああいうのって走り出しながらお酒飲んで、大人がワイワイいう空間。子供のおもちゃじゃないからね、日本では。なんかうちは子供連れてきて、でお父ちゃんが子供を置いて次は自分だけで来るみたいな空間やって、やっぱ田舎やから電車で来れへんからお酒の提供なかった。でドリンクの提供も、表の自販で買ってねって、そんな感じで楽や。十分元取ってね、結局4桁万円ぐらいの商売になってたんよ、それだけで。で、雑誌にも載って、ねえねえ、なんていうのかな、奈良の田舎にこんな店あるって、どういうとこから来てくれたり、通販してくれへん買い出して、通販、サイトなかった、カゴもなかったから、もうヤフオクに出しててね、めんどくさかった。で、ヤフオクだけでも、月ね、200万ぐらい売り上げしてた。日本じゃ一過性のもんや。ブームが一番来てんけど、あちゃんやめたんよ。みきちゃん病気があって、もうできへんかったから。からブームが去ってん。その方が見るから、やっぱりブーム、あちゃん作ってんねんなって思った。なわけないけどね。多分同じ流れが来ただけかもわからんけど、偶然かわからんけど、なんかあっちゃんがするもん、ブームが来る。小学校の頃から。小学校の頃は、モデルガン、遊んでたモデルガンブーム来たりとかね。ドールハウスもさ、結構隠れた姫やって、ミキちゃんとドールハウスやりだしたら、結構ドールハウスが流行りだして、
大きく入らないけどね、ドールハウスの雑誌とかで、雑誌とか本とか出るようになってさ、うん、本はプロモーションの仕方、やっぱりやったらホームページやったりブログやったりとかで表向いて出すやんか、ほんならそれが流行るのか知らんけどね、うん、だから自分で流行らせたのかとか知らんけど、ただ波に乗ったそのもしかしたらブームを誰かが作ったやつにいち早く気づいたのかもわからへん、別にブーム追ってるわけじゃないねんで、うん、ねんけどなんか知らんけどブームが起こる、だからって次のブーム何が来るのかわからない、終わってからあれ先に乗ってたよなみたいな、うん、なんか多いからね、でもある程度そういうブームに乗ったらね、ある程度の商売にはなったりするから、うん、でもまあね、なかなか関西はね早いものを受け入れられへんねん、関西っていうか、まああっちゃん住んでるところだけかな、でも関西全域やと思うんだけど、一回こっちで流行ってても意外と大きく伸びるんでね、で東京とかで一回流行ってちょっと伝わるぐらいになったら関西入ってる、で関西で流行るから、ね、だから先にブームに乗っちゃうとダメやねん、儲からへん、そんなにプチ儲かりはするけど、だからこれブーム来そうやなと思ったらぬくぬくと温めとかなあかんかも。まあまあそんなこんなでね、あのどうでもいいねんけど、うん、そんな話はちょっとありますね。今日さっきねその後今ピーあの抹茶ラのねブームの話が終わった後ね、ピーナッツやってね、でピーナッツが体にいいねんって、で午前中体が錆びるから、特に午前中人間午前中錆びやすいから、午前中にピーマン食べるの、ピーマンちゃうわピーナッツ食べるのがいいねって、ピーしか劣らへんから、ピーナッツをね皮口硬い皮じゃない、硬い皮むいて薄皮あるやん、薄皮口砕いて、であと何やったっけ、エゴマオイルと塩コショウとかでドレッシングにして食べるとか、ピーナッツを、ミキサーに入れて練り練りにしてペーストにして、でそれ水で薄めてなんか使ったりとか、なんかそんなのピーナッツええねんって、うん、で生ピーナッツは1時間ぐらい50分ぐらい茹でんねんけども、水の1割塩入れてちょっと塩多いめにして茹でたら甘みが増すらしいよ、うん、そんなんやっとった、まあ、見てる人は分かってると思うんだけどね、もしあの朝一見てなかった人はぜひピーマン食べてください、あピーマンまたピーマン言うたらピーナッツ食べてください、あじゃあピーマンもいいです体に、ピーマンもピーナッツも食べてください、でピーナッツね、またね、お母ちゃん言ってた、中西のピーナッツ、うん、お母ちゃんとかメガちゃんが言ってた、うん、結構奈良では有名、あっちゃん行ったことないね、いつもピーナッツのオブジェがあって気になってんだけどね、あこれちょっとまた行ってきます、はい、そこでねピーナッツバターもピーナッツ買って機械に入れたらピーナッツバターマシンで目の前でニリーって練ってくれるらしいね、それちょっと向こうでね、面白そうなんでそんなもやってみたいなと思って、うん、ちょっとその辺行ってきますまた、いつになるかからね、ちょっとなかなかね忙しいってね、今週もちょっとね週末ちょっと予定入り、週末じゃ週頭に予定が入って週末にまた予定入りね、もう今週ちょっと忙しいねまたね、うん、もうそれ終わったらちょっと落ち着くかな、なんだかんだ忙しいわ、うん、そこにカレンダー貼ってて、カレンダーにねそう決まった予定の紙があるんだけど、それも一緒に貼ってあるんだけどね、今週ちょっとバタバタと立て込むねんね、うん、だから今週頭末に2回イベントがあるから、そのイベント行くのに、ね、準備者なんからお買い出しに行かなあかんねんね、お買い物、それもあるか、今週ちょっとね忙しいで、買い出しのついでにピーナッツ回ってもいいねんけどな、ちょっとねそこまで行くな、ちょっと疲れるしな、最近ちょっと疲れが多い、うん、眼精疲労がきつくてさ、眼精疲労のまあ対策品をだどっちかな、さっき紹介できるかな動画撮ってんけどね、じゃあ動画撮ったんやけど間違えてまた消したんや、昨日1本動画を昨日何本か撮ったやつあって、さあパソコンに落としましょうと、あ先にせやけどこっち上げようと思って、先やけど1本だけ落としてん、それ他のやつ順番あるから、順番に落としていったら遅いから、先に一番最後に撮ったやつ落としてん、先のやつと落としたと思い込んどってビデオカメラのデータ消してしもうてん、であまたやってもうたと思って動画消えちゃって、昨日おとついちょっと撮った動画があって、おとついはその撮ってないけど、ちょっと撮った動画が消えちゃってもうて、えらいことになってん、だから、うん、ちょっとがっかりしててんけど、まあ、言ってても仕方ないからね、うん、また紹介しますそれを。
で今日またちょっと届くものがあるからね、またそれもそれで撮って、また紹介動画とかいろいろとね、ちょっとあっちゃんも紹介動画も撮っていこうかなと、いろんなもんね、やっぱあっちゃん使ったレビューもしたいしね、そういうのもやりたいなと思ってるんで、結局やっぱりご飯動画、あっちゃんねるのメインってまあ何がメイン、大体動画する人ってメイン何かっていうと、メインは大体ご飯の動画です、レシピの動画ですとか、食べるだけの動画ですとか、大食いですとか、作り物ですとか、ドライブですとか、トークですとか、いろんなメインがある。でメインっていうかそれだけでやってる人多いのに、あっちゃんはそうじゃなくいろんなことやってるからね。けどもご飯飽きたとか何飽きたとか、それもやめろとか、 こんなことしろとか、変わり映えがせえへんとか、生活の切り取りっていうけど、結局みんなやってることってそれだけ。せやのに飽きた言われへんのに、いろんなことやると飽きたって言われるんで不思議やと思わへん。それ何かなーってちょっと考えとってんけど分からへんねんけどね。多分まあちょっといろいろ考えてみる。だからご飯、毎日ご飯食べてんのにご飯飽きたっていう人おらへんのに、チャーハン毎週子供が休みの時チャーハン撮ったらチャーハンの動画を飽きたって言われんねん。で飽きたどころか、毎週そんな食べて飽きないんですかって。じゃあ毎日ご飯食べてんのに飽きひんのかって話やんか。それもちょっと考えて、そういう動画作ったろうかなと思っとんねんけどね。なんかね、郷土料理煮込みって言って、なんかねピーナッツいっぱい入れた煮物作ってんねん。そこも気になるな。まあそんなんで朝からこんな感じにね、あっち飛んだりこっち飛んだりしながらね、投稿してるあっちゃんでございますけどもね、実は喉がすごく痛かって、朝作る時喉がガラガラでしゃべってたからね、こうやって動画撮りながらしゃべってたらちょっと喉戻ってきてんけどね、もうほんま喉がつらい。まあこの11月っていうのはいつもねこうなんねん。でこのあとこの喉が弱して咳でね、今光も咳で出んねんけども、この時期ね咳が出んねん。で量は全然、ね、大丈夫やねんね、毎年そうやねん、量はそんなにならへんねん。で量のアレルギーの時期は春先鼻詰まるとかそんなんやねん。秋はないねんけどね、あっちゃんと光はね秋もつらい、秋つらい。あっちゃんも年がら年中つらいけどね、花粉っていうかなんだかのアレルギーで。他の子供たちはもうだんだんねそんな感じかもわからへんねんけど、ね、光はちょっとアレルギー多いね。で今日も朝からねしんどいわーって言ってて、席ずっと席しとったでしょ。で今日朝ちょっとね止まってて、吸入しとったから昨日夜吸入して、したからねちょっとマシやねんけども、それでもやっぱりね、しんどいわーって言ってて、朝からはしんどいもんやいよって、ちょっとケツ叩いて行かしてんけども、あっちゃん子供の頃ね喉痛いとか咳出た言うても休ませてくれへんかったよ、もっともっとスパルタで、今はね体が緩くはなってきてるけども、でも甘やかしすぎたかなっていうところもあったりね、もうちょっとね。ただねやっぱり量はみきちゃんが、小学校の3年生の時に亡くなったからね、小学校の低学年の間はみきちゃんが育ててくれて、まあ、病気でねちょっと入院はしたんだけどもね、でまあね、1ヶ月2ヶ月入院した時はね、その間はちょっとね見たらあげられへんだけど、やっぱりみきちゃんは自分の命がやっぱりね、そんなに長くないって分かっとったからだけど、精一杯子育てしてくれて、子供にもいろいろ教育してくれて、厳しくするとか厳しく、甘やかすとこは甘やかすとこでやってくれたから、量はそこそこしっかりしてんだけど、光はね2歳の時にみきちゃん病気に2歳かで、幼稚園の時に亡くなったから、幼稚園の年長の時に亡くなったから、年長になったすぐに亡くなってね、4月やからね。だからやっぱりその後、幼稚園の後ね、みきちゃんおらんくなって甘やかしてしもたね。だからああなっちゃったんちゃうかなと思ってね。だからちょっとねいろいろ考えた光ってどうなんかなって思ってんけど、やっぱりねあっちゃんの甘やかしすぎっていうのもあんのかな。でまあ、小学校も5年6年になって、今6年やけどもになって、だから今閉めたところでね、急に閉めてもね、なかなかやっぱそのわがまま止まらへん。だからちょっとずつちょっとずつ世間のね荒波を教えていかなあかんなと思ったり、でもかわいそうなことしたかなとは思ってんねんで、やっぱり。ある意味ね、優しく緩くすることがほんまの教育じゃない、ある程度厳しくもしてっていうのもある。だから亮はねいい子に育ったっていうのはね、やっぱみきちゃんがある程度そこきっちりしてくれたと思うけど、あっちゃんやっぱりね母親が目の前から今消えてっ
ていうの中でね、やっぱり甘やかしすぎた量はやっぱある程度その基本をね、みきちゃんがしっかりしてくれたから、その後はね甘く過ごしてもあれやけどもね、ねんけども、あのある程度その子供心ながらね、小学校低学年ながらも厳しさみきちゃんに教えてもらってるからな、いい子に育ってもらえね、量がよう言うね、光には甘やかしすぎちゃうかって量も言う、分かってんねん、分かってんねんけど、急にこうパッて変えられへんっていうのもね、やっぱり子供の笑顔見てたらね、なかなかそこをしちゃなあかんのかから、でどっちかって言ったらね、亮にも光にも厳しい方やったんよ、美希ちゃんがいてた頃は。逆に言ったらあっちゃんがちょっと、美希ちゃんはまあそこそこ厳しかったけども、あっちゃんが時々ガゾンとかますんね、だから美希ちゃんとあの役割分担してて、美希ちゃんは、うん、よくしょっちゅうこう教育のことガチャガチャっていう、でも、ね、あのお父さんっていうのはめったに怒らへんけど、怒る時は怖いんだよっていう存在であってほしいっていう、そんな存在で時々ガツンって怒る、まあ、その時みきちゃんは、うん、お父さん怒ってるけどもねって、あんたが悪いんだよってなだめるっていう、そういう役割分担してたんよね、うん、それがなくなってきたら、今度はもうガツンってあっちゃんが怒ってしもたら、甘やかしてね、あの抱きしめる母親がいてね、逆に母親みたいにガミ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 怒ってたら、お母さんがガミガミ怒ってる時に優しくできる、うん、あの父親がいてないし、厳しくできる父親もいてない、そこで中途半端ででけへんかって、だからちょっと光るかなっていう、甘やかしすぎたかなと思うとこもあんねんけどもね、今日何の話からかかるけど、ふっと今それを思い出して、うん、だから、まあ、中学校になったら変わってくれるかな、わからんか無理かな、ね、でも、まあ、そうやってね、ちょっとずつちょっとずつこう厳しくしていく、周りがね、世間がこう変わっていくのに気づいてもらえたらなと思いながら、まあ、できるだけ厳しくって、どこの家庭以上にも母親がおらへん以上にやっぱりね、あの愛情を注いであげたいなと思ってね、それがいいことなんか悪いことか分からへんけど、もっと愛情を注いであげたいなって思ってます、ね、みきちゃんがこの横で微笑んでくれてるから、あっちゃんのしてること間違ってないかな、どうかなとは思うんだけどね、なんか子育て難しいね、はい、そういうことでね、今日ちょっとね、いろいろお話しすぎちゃいましたけども、ちょっといろいろねあるんです、あっちゃんもはい、ということで、今日の朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います、はい、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。今日11月の6日、月曜日、あっちゃんはね、だからこの動画があるのは7日の火曜日、もうね、11月も2週目に入りました。はい、ということでね、11月もね、もう秋越えて冬みたいな寒い季節で、喉が痛くなるしね、11月はね、ちょっとね、体調崩しやすいんで、気をつけてください。うん、あっちゃんもね、ちょっとあんまり本調子じゃないねんけどもね、まあ、ここもね、体にムチ打って、動いてこそ初めてね、体の中、今日光も言って寒い寒い言うから、体の中の血液を循環させる、寝てる時っていうのは循環が遅い、だから滞ってるけど、起きてガーって血を動かすことによって体も温まる、だから体っていうのは動かして、で脳も動かして、で血液を早く循環させて体を温める、まあ、車で言うとアイドリングってやつね、エンジン止まったオイルもガソリンもと一時止まってるけど、動き出すと回り出す、回り出すことによってエンジンの熱も上がってくるって言ってんだから、人間も温めないとダメなんだよって話をお光にしててんけどね、そんな感じで体を動かして、体もね、頭を動かして、体の中の血液を循環させて、でね、体温めて動きましょう、ね、寒い寒い言って縮こまってたらね、末端の方に行かへんから余計寒いしね、うん、っていうことで、まあ、体を動かす言うて、だから言うてスポーツをしろとかとまじゃなくね、あの普段のやるルーティン、いつもやる作業をやることで人間っていうのは活性化してくるからね、だからあっちゃんは、朝から動画撮ったりパソコン触ったり、そういうことであっちゃんは活性化してるからね、そんな感じでね、あの自分なりの、毎日のルーティンをこなしてください、はい、ということで、今日も真摯楽しく、ね、いきましょう、はいね、ちょっと今日朝からもね、ちょっと子供送り出すときに、コメント欄ちらっと見て、まだようはっきり読んでないんだけど、だから病昨日はね、いろんなとこ楽しんでいてくださいって、病院が何が楽しいねんっていうことね、病院嫌だな、今日これまた動画で言おうも撮ったけど、病院嫌だな嫌だなって思って言ったら嫌なね、病院の中に何か楽しさを見つける、言ったら帰り道病院の後ご褒美に自分に缶コーヒー買うでもいいので、病院ね、言ったらしんどい時に病院行って、薬をもらって
元気になって楽しい何かができる、何か楽しいものを見つけるんよ。病院は楽しいことないよ、あちゃん大嫌いよ。でも病院行くことによって、嫌な病院行った後、病院行った自分にご褒美言うてミニストップのアイス食べるだけでもいい。そうやって何か楽しいものを見つけてくださいって、そこまで言わんと分からへんのかも分からへんけど、うん、だから楽しくないよ。で巨大が仕事なんて楽しいもんじゃないって書いてあったやつ人がおったけども、仕事が楽しないと思ったら一生何も楽しないよ。仕事を楽しめへんかったらね、ちゅうか何するにも楽しめへんかったらやる気が起こる。それあっちゃんだけかも分からへんけども、いやいやしてねいいことってないねん。何でも楽しんで初めていいことが起こる。これまた動画にします、まあ、前に動画にしたんやけどな、まあ、見てないかも分からへんけどその人はね、うん、だから何でもかんでも苦行やと思っていやいやしたら苦やん。苦行でも楽しくやったら苦行が苦じゃなくなってくるんだよ、うん、そこのお話しします、うん、まあ、分からん人には分からんとは思うけどもね、うん、だからまあね、ネガティブな、ね、発言コメントを平気でできるんやと思うんだけどね。ネガティブな発言するのとポジティブな発言同じこと書くことでも書き方ね、ネガティブに書くかポジティブに書くかで自分の心が活性するかしひんかっていうのはあんのよね。これまたこれも動画にします。動画ネタ提供ありがとうございました。はいということで今日もまたね一日楽しく過ごしましょう。どうしてねこれ特に日本人に多いてかアジア圏の人に多いね、楽しめ、まあ、日本人って特にそうやってもね鎖国しとってね武士とかね死の交渉でね我慢することが美徳っていうのがね何百年続いてきたらね DNA に刻み込まれてるらしいね。そうじゃない楽しむこと、ラテン系の人スペインとかイタリアとかねあっちのラテンの人はまず楽しむこと、楽しんでいろんなことをしようっていう、だからねあの人たち、まあ、あの人たちも苦がない方そうでもないか分からんけどね、その考え方がいいかどうか分からんけど、あっちゃんはその考え方している方が生きてて楽やね。だからそういう言い方しましょうって言ってるだけのことやよね。まあ、分からん人には分からんでしょうけどね、またそれも動画にします。でちょっとでも生きることが楽になったら、うん、楽しくなると思う。だからミキちゃんはね命失う病気にかかって、もその結果命失ったけども、その病気すら楽しめたっていうこともね、うん、楽しく生きてへんかったらそこまで生きてなかった、もしかしたら自ら命だったかもわからん、それぐらい苦痛やった、すごく痛かったらしい、うん、あっちゃんの体じゃ分からへんけどもすごく痛かって泣いてた、陰で泣いとったもしてたけどね、それでもやっぱり頑張って、ね、命ある限り生きたっていうのも楽しく生きてたからやと思うんでね、うん、この辺やと思います。またちょっとこれお話します。ではまたね、バイバイ。今日も一日楽しみましょう。